どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。でやっていきましょう。こんにちは、タムジョーの新役の武です。役会ということで、本日なんですけれども、競技場にやってきてます。これまではもうテンプレ、テンプレ、もういつも言ってるやつ。いつも競技場に来ます。そう、いつも競技場に来てまして、はい、やってますよ。今日は走るわけですよ。はいはい。で、まあ武ね、最近結構調子上がってきて、上がってきてるよ。もう 1500m も中学のベスト抜いてと。そうそうそう。で、そしてその前にも、うん、田中希実選手のね、はい、合宿に参加させてもらったりだとか、そうなんですよね、っていう感じでかなり調子上げてきてると思うんですけど、はい、その田中希実選手さ、うん、すごかったじゃないですか。すごかった。やっぱ一緒に走った時とか、うん、でもその田中選手の凄さをやっぱ体験してほしいなと思ったんですよ。はい、いや、体験したようだったら合宿参加させてもらって、もう体験させてもらって、まあまあ合宿もすごいんだけど、やっぱね、1500m で日本記録保持者なんですよ。はい、そのスピードを体験しといた方がいいんじゃないかなと思ったわけですよ。なるほどね。 1500m 3分59秒で走るそうすれば体験できるの。あの、3分59で走った1500を。そうそうそう。4分9がベストで、全力出して4分9だったのに3分59で走るの、うん、そういうことになるね。どういうことやねえ、厳しい。分割で分割で、なんて言った今、なんて言った、え、出た、お前これ出ました。伝染病なの、伝染病なの、分割って。分割の後輩分割の後輩来ましたね。伝染病なの。ということで本日なんですけれども、田中希実選手の 1500m 日本記録のペースで竹走ってみた分割でいやー、やっぱ分割すんだもんね。まあまあ普通に走ったら結局3分59秒でタッキー走れちゃうのって話になっちゃうから厳しいもんね。果たしてこの田中選手の日本記録と全く同じペースで、うん、あの走れるか、分割で。まあじゃあ、まあ分割の先輩としては、まあ後で詳しくルール説明してあげるから。じゃあもう見てきてるから。あ、見てきてるんだよ、分割のルール。あ、してんのね。分割大体わかるよ、俺も。タイムのも大体わかるわ。あ、大体わかるんだ、うん、まあ後で説明するということで、はいはい、まあしっかりね、田中さんを、はい、こう、追いかけるつもりで。そうですね、田中さんが前にいると思って、うん、うん、やってもらいたいなと思います。はい、いきます。それでは早速やっていきましょう。タムジョー YouTube。 はい、ということでね、はい、準備完了したぞということで、うん、まあ、今日はですね、はい、田中希実選手の日本記録出した時の同じペースで行っていただくということで、はい、っていうと、うん、あのペースなんですけれども、はい、62、うん、66、62、47。上がるのそれ。世界を意識した選手はこう揺さぶりがあるからこうやっぱ遅くなって速くなるみたいな感じで、はいはい、世界意識してんならそこちゃんとやんないといけないのよね世界を意識した選手を指導する誰ですか。あ、多分3本目が結構山場だと思う。結構きついかな、うん、でもその3本目乗り切れれば、うん、最後の300はノリと勢いでいけるから、はいはい、その3本目だね。かしこまりました。うん、だからそれまで余裕持っていけることが大事ですね。わ、はい、かりました。まあ、田中さんいると思ってしっかり競り合う感じで、はい、頑張ってください。田中さんを前にね、うん、いると思ってやりますよ。はい言ったよ俺同じようなこと言ったから。はい、じゃあ頑張りましょう。頑張るだけ。おい頑張りますよし。じゃあ、まあ間2分ぐらいで、間2分で、うん、いきますよ。行きましょうかね。頑張るよ、だけ。はい、いけるぞ。じゃあ自分のタイミングでいいよ。よーい、こ、はい、いけるぞ。さあ始まりました。最初力みすぎないように行こう。田中希実さんチャレンジね。3分59秒1。これ、あの僕も昔やりましたね。はい、まあ、うん、タム城は15分割しないでやったんだけど、うん、竹はさすがに3分59で走れたらそれはもう自己ベストじゃねってなっちゃうから、ビビるよそれはだからまあ分割でね、まあ竹も分割系 YouTuber が映ってしまったんだけど、映ってしまった、はい、29、30、いいよ。今でもこの分割系は、はいはいはい、マジでいい練習になる僕が実証しますよ。確かに企画、うん、まあなんだけど、そう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 、いい練習になってると。マジでね、みんなもやってほしいちょっと練習、いやみんなは普通に練習でいいんだよ。ちょっと飽きてきたなと思ったら、うんうん、こういうエンタメも込めなるほど、ね、でやった方が楽しめると思うんですよ、ね、角度を変えると。そう、オッケー、タケイケイ。59、60、61、61秒99。オッケー、おー、1本目62秒切り、めっちゃいい、めっちゃいいね。で、2分レストで66で次いきます。さあ、だけいいぞ。ちょうどちょうど早いなここは1500走るの。そうそうだよ力まずね、いけたらいい感じですね。
よし、じゃあ2本目いきます。よーい、ゴー。さあ2本目、ここで1回66に落ちるんだね。そうですね、めちゃくちゃ落ちるね。それはまあ1周目ちょっとバッと入ったけど、多分牽制し合ってちょっと落ちちゃった感じだと思うんだよ、その世界のレースは。はい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 。だけど3周目でやっぱ62に上がるっていうことは、もうこう牽制し合ってるんだ。じゃあ2周目は、普通はこう一定のペースぐらいで行くのがやっぱベストを出すには一番まあ理想のペースなんですけど、上げて落として上げて上げるっていう中でベストを出るっていうのは、はいはい、やっぱ相当力がないとこう離れていっちゃうんで、まあ、変な話、田中さんはまあ準決勝、あ違うか、準決勝でベスト出したと思うんだけど、そのあのレースで振れ幅がある状態で出したから、もしかしたらもっと出る可能性もあるってことなの、その一定ペースでいけば。超いいペーサーがいて、ベンチペーサーが分かんないけど、そういうペーサーがいたらもしかしたらもっと出る可能性はあるかもしれない。あ、そういうことね。 OK、 64 65 66 66 67秒36。おお。さあここでちょっと1秒行動遅れてしまいましたね。遅れになってしまいました。タゲ、次あの62秒ですけど大丈夫ですか。やり直し。次行けばもうすごいね。これ連続で走ってるってことだもんね。いや、そうだよ、それがやっぱね強さなんですけど、やっぱそれを体験することによって、あ、改めてすごいんだっていうのを実感できるじゃん。はいはいはい。やっぱやってみないとさ、まあすごい、まあすごいなで終わっちゃうけど、はいはい、やってみて、いや、やっぱすごかったな。なるほどね。変わると思うんで。確かに。これが体験してほしいですよね、はい、やっぱね。いけたけ、いけるぞ。さあ正念場、ここが正念場だね。よし、3本目いきます。よーい、ゴー。はい、3本目いけるぞ。さあ3本目です。ここで62にさ上がるっていうのがすごいってことですよね。そうだね、ここはきついですね、はい、やっぱ3周目ってかなりもう体的にはきついでしょ。気持ち的には体は一番、3周目が言うて一番きついから、はい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 、そこで落ちるか上がるかによってもう勝敗が分かります、そこが一番あのなんか選手の力量が分かる。なるほどね。週ですね。29、30。さあでもタッキー、これここから動かせればね、2分レストとはいえやれたら強いんじゃないか。そうだね。さあタッキー、ここ動かすぞ最後。これで竹の力がついたかどうか分かりますね、はい、前はなんかこういう似たようなやつをやったけど、なんか3本目でダメだったから。そうだね、そうだね、MDC のやつね。そう、僕と竹で2人でやった時のかなり強くなってるってことか。58 59 60 61。強い、いった。62秒00。62秒00 003。すごい、62秒、ぴったりだ竹。ナイス。さあラスト1本。さあラス300ということでこちらなんですけど、300はもう、こう戦後のスタートとこうラスト300だから、戦後のラスト300だと思っていこう。意識して、意識していこう。この前の1500はちなみに51かかりました。51年。51か、ちょっと落ちちゃったか。47でいかない。47で、そうだね、ラストこれで上がれたら強いですね。ここで上がれたら強い。理想の上がりはその47とかで上がれたら強いよね。そう、それを試合でいけるように。そうですね、今やれたらね、この疲労度で練習でいけたら強い。よっしゃ、じゃあ行きますよ。ラスト行きますよ。よーい、ゴー。さあラスト47秒切りですね。タゲ行けるぞ。田中さんの3分59秒がどれだけすごいかっていうのが伝わると思います。そうですね、ここのラスト300はもう本当にさっきより100短いから、最初の200突っ込んで最後の100粘れればっていう感じなんですけど。はいはいはい。さあ200、あ、でも動きはすごいから動きはね、いいね、多分このままだといけるんじゃないかな。28 29 30。あ、いいね。ここで落ちなければいける。さあ竹、ラストラスト。さあラスト。さあラストです。ゴール。おー、すげえ。さあということでタイム出ました。後ほどね発表していきたいと思います。お疲れさんです。お疲れ様でした。タムジョー YouTube、 お疲れ。お疲れ様でした。すごいね。いや、粘ったね最後ね。たけ、これやってみた率直の感想。感想は3本目の400まではまだね、まだ足とかもラスト上げられるかなぐらい残ってるんですけど、はいはいはい、ラスト300はもう完全に足が残ってなくて、はいはいはい、お全力だったんですけど、これ分割だから
乳酸溜まってもラスト走り切れるんですけど、うんうん、1500やっぱ連続ってなったら、はいはい、多分2周の800ぐらいでこのペースだったら、うんうん、乳酸溜まって終わっちゃうんで、はいはい、やっぱ足作りっていうかもっと走り込まないと、うん、ダメだなって、タイムは出ないと、はい、それ実感できたと、実感できましたということで、ということでね、タイムの方来たぞ、お願いしますよ、はい、どうなのか、田中さんを超えたい、最後の300によるからね、はい、タイムがですね3分、おさすがに、ね、来た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 、4分だったらもうちょっと厳しかったけど、 4分の可能性もあり得たからね、一応ね、41か41か、57秒ぴったりです。おえぴったり、すごい、ということでクリア、ぴったりきました、まあ、でも田中さんのベストが3分59秒1と1なんとかなんで約2秒結構全力で、田中さんには勝ちましたけどギリ勝ったか、分割でね、割でベスト2分で、ベスト2分開けて、これででも自分は分割系 YouTuber って言えるんじゃないですか、言えるの、分割系 YouTuber 弟子にしてやるよ、じゃあいいよいいよいいよ、世界を目指す分割系、うん、学ばせていただきます、いいよ、じゃあ学びに来いよ、お願いします、全然弟子にするわ、じゃあ、うん、分割系お願いします、世界目指していこうぜ、やっぱ一緒に、はい、うん、よろしくな、分割系世界記録、分割系世界記録は別に普通の練習なんだけど、うん、また次のさ1500に向けてちょっとこれも体験できたからさ、うん、これを分割しないでいけるようにさ、そうっすね、ちょっと近づけていこうよ、3分台出すならこの練習はまだ楽にいけないとって感じですよね、そう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 、だってこの止まらずに行くってことだから、そうですよね、うん、またチャレンジしたいですね、これまたチャレンジ、はい、しましょう、しましょう、はい、はい、ということで本日は田中希実選手の日本記録にチャレンジでした皆さん見てくれてありがとう、ありがとう、次回もよろしく、バイバイ、皆さん見てくれてありがとう、ありがとう、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、ではまた次回お会いしましょう、バイバーイ。